ある意味ホラーですねこれ。スライム作っていきたいと思います。使える道具はこのグローブのみです。ヘラは使えません。ウィッシュで、今回このホラー手袋と一緒にこちらの斧もね、ダイソーで買ってみたんですが、ちょっと今回これは出番なさそうです。道具が使えないってことなので、これはねまた後日スポンジスライムをこれでザクザク切ってやりたいと思います。使っていく材料なんですが、こちら最近ハマっているセリアのスティックのりと、もう一点気になったので買ってみました。シェイクみたいな粘土って書いてあります。これいろんな色があるみたいなんですけど、白かな、これしかね売ってませんでした。なので今回はこのスティックのりで作ったスライムとこの粘土を混ぜて触ってみたいと思います。まずはこちらのスティックのりをカットしていきます。手で、このね、手で取れるかな。うわ、あ、取れにくい。よいしょ。これをね、どうやってカットするか。閉じるかちょっと切ります。わあ、なんかバナナみたいになった。こんな感じです。よいしょ。うわあ、やっぱカッターってすごいな。これはちょっとやばいですね今回。滑って回せない。よいしょ。ちょ、ここ使おう。あ、ダメだった。よいしょ。最後までね、ちょっと中をほじって綺麗にね使っていきます。ここはね、この爪があってよかった。ではこちらを電子レンジで温めていきます。はい、温めが終わりました。溶けたのでちょっとね急いで水を混ぜよう。あー、やばいやばい、水を混ぜよう。この手を洗いつつ、あー、すごいな、ちょっと、よいしょ。これね、ここ大事ですよね、ちゃんと溶かさないと。この手もね溶かしたい。ちょっと手についてるのり、これも溶けるかな、綺麗。よいしょよいしょよいしょ、良いかしら。じゃあここに放射水いきたいと思います。なるべくこうちょっとなじませておこう。なるべくなじませよう。これね、あとあとちょっと固形になったら困るんで。では放射水、おとととと、滑ってる滑ってる。これねちょっと失敗するとやばいんで、ちょっと放射いきます。放射です。おお、なんとなくね固まってる。おお、来てる来てる。すごい、もうねお餅みたいになってますね。この段階でいい感じ。うわすごいことになってる。ちょっと待って、ただスライムはねすごくいい風にできたと思います。うん、これをあれですね、シェイクの粘土
混ぜたらどうなるかっていうのをこの後やってみたいと思います。もったいないからちょっとこの容器にねついたところもなるべくちょっと取っておこう。あとこのね、うわー汚い、このホラーの手袋のこの着色されてる部分がね、せっかくのスライムについちゃってて、すっごいなんか汚いホコリが入ってるみたいになっちゃってます。うわーめっちゃショックだ、すごいショック。はい、ということで、いやここもっとねちょっとゴタゴタするかなと思ったんですけど、この段階でねスティックのりのスライムはいい感じにできました。ただいやー白だったからね、ちょっとこの手袋の着色がついちゃってます、汚い、それだけが残念。なんかゴミが入ってるみたいになっちゃった。はあ、ある意味ホラーですねこれ。はい、ということでここからです。ここからこちらのセリアで購入したシェイク、これなんだろう、おっと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 、シェイクみたいな粘土って書いてある。とっても不思議な触り心地、伸びるみたいですね、粘土。すごいな。どうやって開ければいいんだこれを。うわー、このねパッケージにもこの分かりますかね、この汚さ、このホラー手袋のね汚いやつがついちゃった。開かないわ、開かない。よいしょ、開きました。どんな感じなんだろうこれ中身。おお、スプーンかな、スプーンが入ってるっぽい。あー取れない。おおすごいすごい、この本当はこの汚いな容器、この容器に入れて遊ぶのかな。ピンクもあるんで、ピンクだったらね良かったですね、さっきのあのスライムの汚さがごまかせたかもしれない。しかもこの今日ねこのグローブしてるので、これを素手で触れない悲しさ、いや触りたかったなこれ。お、開いた開いた、ちょっとビリっていこう、よいしょ。おー、ちょっとこのグローブの上からでもわかる。わすごい、これなんだろう、わーすごいです、これめっちゃ伸びる。うわー素手で触りたい、めっちゃ素手で触りたいこれ。いやー、じゃあこれをこのね伸びる同士を足すとどうなるかやってみたいと思います。スティックのりスライムとこのシェイク混ぜます。どんな感じだろう、なかなかね混ざらない。このグローブだとね細かい作業ができないですね。まさかこの着色料がね移っちゃうとは思わなかったな、スライムに。ちょっとそこだけが残念。よいしょ、ちょっとね混ざってきたかな。ただもう少し最初の段階でスティックのりの方をもっと緩めてもよかったかもしれない、水分がもっとあってもよかったかなと思ってます。よいしょ、一生懸命こう混ぜてます、練り込む、いいかなこれぐらいで。ちょっとねさっきよりはなんかふわふわ感、もちもちかな、もちもちか、もちもちっぽくなりましたね。どうでしょう、おー来てる来てる、よいしょ、おーすごい、ちゃんとスライムになった。若干ちょっと汚いけど
この着色がすごくついちゃったんですけど、うん、失敗せずに作れてよかったです。これ普通の洗濯のりとかでやったらもっとスライムが伸びるんじゃないかなと思いました。おー、ちょっとこれハロウィンっぽく何か混ぜてみようかな。開けんれん開けれない。これ使っちゃおうかな。この2つちょうどいいところにあったので、この綺麗なキラキラを混ぜたいと思います。おー、すごい綺麗。よよよ、ほっ、まだわからない、綺麗かどうか。おー、すごい、全部入れちゃえ。こっちももうちょっと入れちゃえ。わー、すごい綺麗。これね、めっちゃ綺麗ですよね。ちょっと手がねかなりグロいので、スライムだけでも綺麗にしたい。あとさっきのこのね入っちゃったこのゴミ、これをなんとかね綺麗にごまかしたいです。はい、なんとかゴミは隠れたかな、隠れたと思います。ただちょっとグリッターがやっぱりね、手袋だと綺麗に混ざらない。まだねちょっと混ざってないところありますね、これ。はい、ということで今回手袋スライムチャレンジ、これは成功だと思います。